どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ今回は水神神殿ですね、こちらに行きたいと思います。まあ、水神様の力を借りようというところですね。タイミングいいなあ。お、ありがとうございます。ここは水神神殿です。神殿には水を操る神様がいらっしゃるそうですよ。当たらず。さあ、ツイート。はい、水神神殿到着。さあ、いよいよ水神様に会えますわ。あれ、入り口はここでいいの？あれ？ピン。マリオさん、私ピンときちゃいました。本当にピンってしてたね。これ両方のスイッチ一緒に押すんじゃない？私咲いてる。てか足あるの？は、ダメですわ。私浮いてるからスイッチ押せないです。ボムヘイさん、私の代わりにお願いします。いない。ていうか先に来てるはずなのに、いないのなんで？いや置いてきたからね。ていうかもしかしてまだ黄色い草のところで迷ってるの？マリオさん、ボムヘイさんがいないと神殿に入れないかも。置いていったのお前なんだけどな。これどこつながってたっけ。あー、ここか。あら、まだ頑張って登ってるね。お猿さんも元気やね。さて、多分こっちだよね。さあ、どこにいるかな。あれは兵法だね。あ、コイン。なんか下行ってそうな雰囲気がするね。案の定だったね。憩い広場、空き缶捨てるべからずと。そっか、君も仲間を待ってるんすか。俺もす。仲間っていいもんすよね。え、ボム兵さん、こんなところいたの？もしかして、やっぱり迷子になっちゃったのね。あ、兄貴、オリビアさん。きっとまたいつか会えるって信じてた。感動の再会っすね。ヘイ、仲間と会えてよかったな。おいらも仲間と食事で楽しい楽しい缶詰パーティーするんだぜ。缶詰パーティー。缶詰パーティー、それは面白そう。は、ダメダメ、私たち水神様に会いに行かないと。さあ、ボムヘイさん、行きますわよ。ういーす。缶詰パーティーか。楽しい楽しい缶詰パーティー、仲間が来るのが待ち遠しいぜ。じゃあ3人で休憩ね。あー、爽やか。山は空気が美味しいですわね。爽やかね。でもほんと綺麗だね。よくできてるなと思うよ。そういえばここは空気も赤いのかしら。透明だからわかんないですわ。しゃれたこと言うね。世の中わかんないことだらけっすよ。いや、いい景色だったね。一応叩けるんだね。どうしてもね、叩きたくなっちゃうんだよね。あ、お、新たな出会いっす。折り紙じゃないから悪いやつじゃないっすね。貼り紙やけどな。はじめまして、俺ボムヘイス。あれ、返事がないっす。この人もしかして、ボムヘイさん、違うの、これハリボテ。
さあ、イガグリダニ。来ましたね。橋から飛び降りるなんて、マリアさんも結構大胆。降りるしかなかったもんな。さてさて、ボム兵さんはどこかしら。上に上がっていけばきっとどっかで見つかるはずですわよね。おう。ほう。もう一回？壁。大量のコインは気持ちいいよね。こういうのね。お。お宝もゲット。頑丈な木箱。そう、これね、まだ壊す手段がなくて、どうしようもないのよね。ん？イエーイ、ゲッチュー。意外とね、隅々まで見てると穴とかよくあるからさ、編集しながら毎回、キノピオの位置を確認するんだけどね。いや、なかなか大変よ。あ、あれ何かしら。丸いものがコロコロ転がってます。ボム兵さんでさ、こんなにすぐ見つかるなんてラッキー。まあ、確かに丸いけど、絶対違うよね。ボム兵さーん。イガ、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 あ、イガおうおう。あ、音楽、音楽、イガあ、意外と、ふわあ、どう無理え。音楽がなんかすげえ愉快なんだけど。なんだろう、桃鉄みたいな感じの音楽が。おお、危ねえ。戻る。タイミング良すぎだろう。助けてー。ああ、やっぱ落ちるんだ。ああ、よくできてるねー。おお、そういう動き方。スッスッスーっとね。いや、むずくね？ここ？よし。はあ、まったく君はもう、てめえ。お？あ、懐かしいな、今の。日がの中から飛び出したクリトリオリ、クリクリクリトリオ。あ、3人一緒に行ったね。いやー、意外とああいう系僕ダメなんだね。全然避けられてなかったもんな。はいはい、え、はい。おーおーおーおお。助けて。先にお宝。はい、看板ゲット。助けて。引っ張るね。ほら、奪ってしまえ。お前なんて、お前なんて。いやー、もう、記憶喪失は喪失でもちょっと、あんまやろ。あ、兄貴、オリビアさん。まさかまさか。あの橋から飛び降りて俺を助けに来てくれたんですか？うん、お二人は命の恩人っす。こりゃいい思い出できたな。思い出どころか、一生記憶に残るわ。ああ、うん、よかったですわ。すっげえ棒読み。でも、ボム兵さん、もう無茶はしないでね。いやー、メンゴメンゴのスーパーメンゴっす。さあさあ、こんなイガイガで危ないところさっさと登っちゃいましょうぜ。お前ほんと調子いいね。まあでもちょっと、憎めんよね。さあ、クリが落ちてきた。す、うおー、マジで。そっちか。あー、その、それはすげえな。あ、余裕余裕と思ってたら。あ、ここ。全然余裕じゃなかったっていうね。あ、手前。おー、
れ、このクリボーはすっごい懐かしいのを見た気がする。やばい、全然頭が回ってない。やっぱそうなるよね。あ、逃げるってできたんだ。うーむ、いや、やばい、全然頭回ってないね。まあ、しゃあない。とりあえずクリボークリボンクリボンクリボン、とりあえずアイアンブーツで踏んどきますか。12、壊れた。普通のマリオブーツだと、やっぱ10か。クリボンだよね。 2回だもんね。これ揃えたかったね。おい、10ダメ。お、いいぞいいぞ。さあ敵のアクション、あ、揃った。はい、ジャンプ、トントントンとね。さあバトルボーナス、クリボン出るんだ。あ、すっげえ懐かしかったな。回転コーラ、あー、前のところで。お、宝は全部発見。3、9です。あ、いいね。ああいういろいろ出方があるのはいいと思うよ。楽しいんだよね。キノピオを探してリアクション見る。あー、やべえね。やばい。あ、やばいっす。あいつはやばいね。ほ、行き。あれ？俺、クライゾンじゃね？おお、あ、やばいね。マジで全然全然。考えがまとまりませんな。そうね、綺麗に一つだけずれるんだよね。まあちょっとこうしよう。いや、苦手だな、マジでこのゲーム。俺苦手だね。さて、まあもうガンガン使っておこう。で、13だね。お、整列して、めっちゃテンポ早いんだよね。開いた。ほい。ガードガード。いやー、ほんと苦手よ。あ、てかライフ90になってるね、いつの間にか。
ほい、なんとか倒せたね。いやー、もうちょっとスムーズにいきたいな、スマートにね。兄貴じゃなくてマリオさん、間違いすぎやろ。気づいたら頭あったボム兵さんがいないですわよ。ああ、あの人どうしてこんなにいなくなるのが好きなのかしら。だから連れて行かないってあんだけ言ったのに。前お、お、叩いても壊れない。ほう、ほう、ああいうことしてくるのか。さあ、ファイヤーフラワー、これは？まだ出てくるかな。こうだよね、この野郎。ウェーブバトルかな。さあ、ナイス先生。あ、そういうことか。の、こうだね。パターン抑えね。パターン抑えれば、いける。おい、じゃあもう一組はハンマーだね。ハンマーの方がね、ダメージは高いからね。お、危ないよ、危ない。ギリにあるのが怖いね。あ、これか。今全然気づかず叩いてたけど、ありがとうございます。ありがとう。伊賀で体力減ってませんか。そんな時はワイリキノコですよ。お前ら意外と共食いす、あの、進めるよね。おい、コインゲ、あちゃ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 う、あ、痛いね。罰だね。あー、落ちた。トンとね、助けてー。あ、そこね。はあ、はい、スカスカーな、全部 OK。 あの上にどうやっていくかだね。うん、これは、あ、特にって感じか。じゃあとりあえずほっといて上に上がって、お、もみじ山。あ、あー、ここにつながるわけね。さあ、開けて、あ、もみじ山に戻ってきちゃった。ボム兵さん、探さなきゃ。そうだね。探そう。おう。さあ、コインをちょこちょこ集めながら、壁もちゃんと張って、いいねー。コインめっちゃもらえるね。ここは落ちれない。違うところから落ちる感じなのかな。それとも、もしかして行ける場所あった。あー、土管があるね。ということは、土管をどっかから探さないと。意外と、あの、あ、壁。意外と、あれかな。
この辺りにあるかな。さあ、とりあえず倒して、なんか情報があるかもしれないから。いやー、よくできてるよね、このハリボテ。ほい。ああ、特にはか。多分こっから飛び降りてもまた同じところ行くんだよね。さあ、もう一回探してみますか。それっぽいのがあると思うんだけど、よし。あ、その可能性はあるな。ポンってして、この後ついていったらどうなるかな。あ、いけない。あー、なるほど、わかった。こうだ。よし。よく見てないと分かんない感じだね。まあ、よくできてるわ。はい。君ぐらいなら一発で。ほい、落ちろ。ほら、落ちるんだ。ああ。おめへいさん、またですか。ああって落ちていったな。あの感じだと、どこまで行って、どこまで行ったかな。いや、登ったり降りたり好きだよね。あら、ボム兵さんいないですわね。ほんと、こんなところまで来ちゃったのかしら。いなかったね。じゃあ、戻ろっかな。あ、え？すげえな、下に落ちていったと思ったんだけど、上にいたね。さあ、何階かな？あ、3階ね。ああ、そっかそっか、それでいいのか。ほい。さあ、これで多分水神神様のところには行けるようになると。水神神、水神様か。むにゃむにゃ、こんなにたくさんの栗もう食えないっす。寝てるんだ。マリオさん、かわいそうだけど、ここは叩き起こして差し上げません？そうだね。僕も、叩き起こしたい気持ちだったね。あ、で、ちょっと、ほい。ありがとうございます。あ、ジャンプはダメ。おい、起きろ。ん？ああ、兄貴、迷ってたら抜け道見つけて一足お先についてたす。どういう抜け道や。お二人があんまり遅いんで待ちくたびれて寝ちゃって。ああ、よかったです。これでもうボム兵さん探しをしなくていいんですわね。さあ、これで今度こそ本当に水神神殿行きますわ。そうっすよ。それじゃあ張り切って水神神殿行くっすかね。
お前、この野郎。いやー、わざわざ探しに下に行ったのに寝やがって。もうあそこの仕掛け終わったら用済みだからな、君は。ん？ああ、普通にいただけか。さ、セーブ。よし。じゃあ、今回ちょっと早いんですけど、ここまでにしたいなと思います。まあ、次こそは、やっと、水神様のところに行けるんじゃないかなと思いますね。次回そこまでやっていきたいと思います。いやー、なんだろうね。だいぶボム兵に振り回された気はするけど、まあ、それはそれでよしとしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。